こんにちは、ナチュベジウィル厚子です。今日は先日購入したアイリスオーヤマ株式会社家庭用タンク式高圧洗浄機 SBT512N を芋の洗浄に使ってみたところを動画に撮りました。購入したセットはベランダの掃除にも使えるブラシなどが入っています。本体に直接ホースを取り付けて使うこともできますが、今回は水道から直接水を引かずにタンクを使ってみました。タンクに水を入れたら本体の上にセットして、タンクの中には最低水ラインというのがついているので、これよりも水が下にならないように作業を進めていきます。タンクの中のバルブを開けて本体に水を通します。水タンクの容量は23リットル、約50度の温水や水性洗剤の使用ができます。落としにくい頑固な汚れや油汚れもすっきり洗浄できます。ホースとスプレーガンも接続して準備完了です。なるほどね。今圧上げたんじゃん。コンプレッサー、うん。まずは自宅用の里芋を洗ってみましょう。水圧は高圧と低圧の2種類があります。今回は低圧の方を使用してみました。静音タイプで 71.5 デシベルということですが、最初は音の大きさにびっくりしましたが、使用しているうちに気にならなくなりました。 71.5 デシベルというのは掃除機の音や窓を閉めた電車の車内ぐらいの音だそうです。里芋どだれは比較的皮が薄いので、ちょっとやりすぎるとこのように皮が剥がれすぎてしまいますね。また少し傷んでるところなんかは芋の破損などがありますので、よく見ながらやらないといけないですね。まあこれは自宅用ですので、まあいいかなって思っております。この段階でね、ああダメってことね、うん、これでこれもダメだね。ああ、え、すごい剥けちゃうね、それ、うん、それも怪しげだね。ニワトリあっち行っちゃった、行っちゃっていいけど、うん、怖くて行っちゃった。結構剥けすぎこれ、うん、このくらいだったらいいけど、白くなっちゃうとちょっと剥けすぎるから、うん、もうちょっと離してやったらいいんじゃないかな、うん、そのタイミングっていうかあれだね。当農場は自然栽培で麦と野菜を育てています。当チャンネルでは土作りから売れ残らない販売の工夫までご紹介してます。肥料や農薬なしでなぜうまく育つのか、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をしてください。次に里芋よりも外側の汚れが落ちやすい菊芋を洗浄してみます。みんな怖くて逃げる。里芋もそうでしたが、下側になっている部分はやはり汚れが落ちませんので、何度かコンテナを揺すって芋をひっくり返して洗う必要があります。慣れてきてあまり逃げなくなってきたね。最初は逃げていた鶏たちも
音に慣れたようで割と近くで遊んでいます。5分ぐらいの洗浄でだいたいこのぐらいの汚れ落ちになります。最後にセレベスを洗います。試しにいろいろな方法で洗ってみようかと思います。まずはコンテナを斜めにして水をかけてみます。次にむしろの上に広げて洗浄してみます。そうだよ、これは取るだって一緒じゃん。何回も転がすようで。あれじゃない、あの泥水に浸かっちゃうのが嫌。このくらい取れてればいいかな。これが理想な感じかな。このくらい。あ、誰かがつっつくんだけど。何ですか。何？ちょっと痛いんだけど。最後にいつも私がベランダで洗浄しているように苗箱に並べて入れて洗浄しています。やはりこれが芋が重ならず一番よく落ちたように感じます。むしろに並べる方法も良かったんですが、際限なく転がっていってしまいますので、やはり苗箱に入れて洗浄するのがいいかなと思いました。またこのまま干すこともできますので楽ですね。強弱とかないのか、はい、強弱とかないんだね、うん、オンオフなんだ、うん、こんな感じ。なんかちょっとこれになっちゃったらあれかな、うん、このなんていうかケバケバのついてるとこも取れてるしいいのかなって。最後に感想です。半日陰のところにコンテナ、苗箱を立てかけて水を切って乾燥を行います。高圧洗浄機をしまう前にむしろの洗浄も行いました。これも便利ですね。最後までご視聴ありがとうございました。